幾何学模様を組み合わせた独創的な絵。動物や海の生き物がカラフルに描かれています。高知市桜井町のコレンスで開催している内園明日美さんの作品展です。内園さんがクラウドファンディングで制作した来年のカレンダーを記念して、その原画12点を展示販売しています。前の個展とかでは出してないほとんど新作、作品として見る絵とまたちょっと違って、そのカレンダーっていうものの中に自分の作品があるっていうのはすごい嬉しい。内園さんは自閉症スペクトラムという発達障害があり、自身の障害と向き合いながら創作活動を続けています。対人関係が苦手なことや物事に強いこだわりを持つなどの特徴がある自閉症スペクトラム。他の人とは違う自分に悩んだ時期もありました。もっと真面目にしとかいっぱい言われて、でも何で自分ができないのかが分からんかったから、何を頑張ったらいいかも分からんくて。人とのコミュニケーションが苦手な内園さんは絵に自分の気持ちを書き込んでいます。そこに込められているのは絵でお話がしたいという思いです。私の気持ちとか、思いとかを、絵の中の動物にいっぱい散りばめたので、よかったら見に来てほしいです。待ってます。以上です。内園さんの思いが詰まった作品展は、今度の日曜まで高知市桜井町のコレンスで開催されています。